ダンバックは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン、ボージュ北部自然公園の一部となっている。ダンバックは、アルザス北部に位置する。シュバルツバック、川谷の中ほど、ドイツ及びロレーヌにほど近い。ダンバックは古くは、タムバーム、タムバック、そしてダムバック、タムバックへと変化した。現在のコミューン名はドイツ語名のダンボックから来ている。ダムは、 鹿から来ているが、この動物は谷に生息していない。堤防を意味する高ドイツ語のトムからの派生が考えられる。村は洪水対策用堤防やダムに囲まれた谷間にあるので、校舎である可能性が高い。設備地バッハは流れを意味し、谷を横断するシュバルツバック側の流れを想起させる。1280年、ダンバックはビンドスタン領主14世紀には、 一領主の支配下にあった。村は、オアンフェル領主に与えられ、同盟のオアンフェル城が建てられた。その後、エタンドルフの支配下に入り、エタンドルフ領主の家系が断絶すると15世紀には、ストラスブール司教の保護下に入った。フランス革命後、ダンバックは、ニーデルブロンレバンを合理に加わった。1930年代のマジノ戦確率が、敵軍の侵入があれば、 谷を浸水させることが可能なため、シュバルツバック側の発展につながった。参照元、INSEE。ありがとうございます。